こんにちは、あみです。今日は前回の動画でお伝えしていたオランダ移住をした日本人にインタビューをするシリーズの第1弾です。先日オランダ在住のトントンさんという方にお話を伺ってきました。トントンさんはどういう方かというと、学生時代を含めて約7年間ニュージーランドで生活をしていて、その後日本に帰国をし、で日本で未就学児から大人までを対象にした英語英会話の講師や翻訳とか留学アドバイザーとして活動されていました。現在は奥さんと2人の息子さんと一緒にオランダに住んでいます。オランダ生活やポケモン GO の YouTube をアップしながら、翻訳や映像の制作、英会話や日本語の指導などをされています。はい、ということでどんどんさんにたくさんお話を聞いたので、インタビューをぜひご覧ください。ポケモン GO の YouTuber のトントンさんです。イエーイ、はじめまして。はじめましてだけど、Twitter で結構、よく話しさせてもらって、お邪魔してました。はい、はい、ということで今日はトントンさんにいろいろ聞いてみたいと思います。はい、別に、はい、よろしくお願いします。じゃあいつ頃移住されました？2017年11月。じゃあ今3年目で、なぜオランダだったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。YouTube やりつつ、僕は先生でもあるので、先生としてはオランダが教育制度はかなりハイレベルだったのは、有名な話なので、教育者としては。なので、子供が2人いるんですけど、だったらオランダに来るのがいいのかなっていうのが一つ、あと僕自身は英語ができるので、何かしら他の言語できた方が将来彼らのために役立つだろうなっていうのが一つ、あと彼らが成長してた時にオランダ語ができて、英語ができて、日本語ができる、でヨーロッパにアクセスしやすいってなったら彼らの人生が広がるのかな。僕のためっていうのは本当に息子たちのため、あとは個人的にはオランダの教育がどう、実際どうなのかな、ネットでしか知れないことを肌で体験して、いやだったら帰ってくればいいよ、で教育もすごくいいって聞いてて、確かにいいんですけど、で移住しました、ビザが取れました、じゃあここの学校行ってくださいじゃないので、こっちは自分で学校を決めるんですよね。地域にいっぱい学校があって、その行きたい学校に体験入学とかして、向こうが受け入れてさえくれればそこの学校に行く。僕は2人息子がいるんですけど、2人とも違う学校に行って。そうなんですよ、はい、でそれぞれの合ってる教育で、それぞれで教育プランが違う、ね、なんか人格形成、小学生の間人格形成が注目されてるので、面白いと思います。住み心地はだいぶいいと思います、無駄に気使わなくていい部分がすごいあるので、空気を読まなくていいみたいな。逆に言わないと助けてくれない、そういうのがあるので、それは僕はニュージーランドで学んでたから、別に、疑問があれば聞けば教えてくれるし、助けてって言えば助けてくれる、それは、なんか、分かんないことだらけで、初年度はすごいなと思いました。日本よりは気持ちに余裕を持って過ごしてる人がすごい多いのかなっていう気はします。ゆったりって時間に余裕がある気はします、やっぱりよく言う、電車がよく遅れるとか、バスが時間通り来ないとか、でスーパーでも日本より多分すごい時間がかかるんですよ、会話、レジ通すとか店員さんと会話とかするから、あるいはおじいちゃんおばあちゃんがなんかいきなり取りに行ったりとか、そこで文句言う人もいないし、基本的にストレスフリーかな。
ぶったボール。イエーイ。うまいね。サーモンぐらいですよね、本当。どうなお魚。美味しい。レカ。最初そのポケゴをやってるっていうので。なんか話をしたみたいな。そうですね。名古屋の鶴舞っていうところに住んでたんです。あ、そう。その鶴舞がポケゴーの聖地なんですよ、一応。はい、らしいですね。その鶴舞公園の上から見るとモンスターボールなんです。あ、そうなんだ。そうなんです。これに見えるらしくて、見えるらしくてか見えるんですよ、うん、行ったことない、うん、はい、ぜひ来てください、はい、いつ始められたんですか。動画としては10年前ぐらいです。そうなんですか。トントンイングリッシュのものをやってて、それがスタートですね。で、子供が生まれた、長男が生まれた時に、夜泣きがひどかったんで、夜の面倒を見てたんですけど、電車を見せると落ち着いて寝てたんですよ。いちいち店に行くのも面倒くさくて、撮ったのを見せたのは落ち着くの。じゃあトントントレインで。やっとけばいいし。それだったんですね。で、あの時、おもちゃ紹介、だんだん、ね、動画が流行ってきて、おもちゃ紹介するような人たちが出てきて、で、それをやりたいって言ったんで、じゃあやろうか、トントントレイン。これ、変身音がこんな感じで、かっこいいでしょーって言って、誰も見てないです。誰も見てないんですけど、楽しんでやるんですね。で、ある時、ポケモンが出てきて、ポケモンやりたいって言うから、じゃあやってみようかって。それでもちょっと増えたかなぐらい、30人、40人ぐらい、ね、移住計画があって、オランダで一人で来たんですけど、オランダは5時ぐらいには大体閉まっちゃう、不動産関係、期間中全てできなくなっちゃうから、でも明るい、僕来たの夏なので、10時そう以降ぐらいまで明るいので、やることないねと思って、じゃあポケモンでもやろうかな、オランダでもね、ポケモンできるっていうことを知って、知らなかったんですよ、当時。で、開いてみたら使えたから、で、やって、オランダでヨーロッパ限定のやっぱりあるんですよ。おっしゃーみたいな感じでやってたら、ある時一番有名な人とかがたまたま目の前に、オフ会じゃなくて、やべえそれで、生地英語ができるので、英語でアメリカの人だって会話して、で、向こうも面白かった、オランダに日本人が英語で喋って動画撮ってるみたいな、なんだこいつはみたいな、で、彼らの動画で紹介されて、一躍一瞬時の人になって、40人だったのが次の日、2000人ぐらいになって、で、その後も普通に自分が有名になったっていう認識がなくて、普通に街歩きしてアムステルダムとか歩いてると、ポケモンやってる人がトントンじゃん、サインしてよ。サインですか。すごいですね。でも偶然というか、偶然のことないというか、はい、人生変わりました。はい、ということで今日は移住した日本人シリーズ第1弾で、第1弾、そう、記念すべき第1弾そう、トントンさんにたくさんお話を聞かせてもらいました。ありがとうございました。トントンさんとも動画を撮らせてもらったので、はい、ぜひ見てください、はい、あとチャンネル登録もお願いします、はい、あ、こっちですね、はい、はい、あといいねお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございました。またトツインズ。トツインズ。